腹が腹減った。だる。お腹すきましたよ。マック買ってきて。マックですか？10個。マック10個。そんなに行きます？重たい。いやー重そうですね。買ってきた。ということでこれ、MacBook。よろしくお願いします。iPhone ケースつけずに裸で使ってるやつ、大体クセ強い。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今日なんですけど、はい、今日なんですけどっていうか、はい、あのサブチャンスの時やったよ、はい。サブチャンスの時、急遽マイル君こう回してって言ったんだけど、はい、ラボさんの Mac10 個買ってきてって。あ、言ってましたね。いや、あ、えって思いました。だって企画に絶対できるよ。まあ確かに。それだけで百何十万しますもんね。そう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 。アホなんて思って。はいはい。絶対回した方がええやん。はい、間違いないですね。で、なんでやろって、まあ、YouTube 何年やってんのかなって思って。ほんま思ったやん。まあ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 。Mac って、ま、あれやん、Mac やん。はい。Apple ですよ、ね。Apple やんな。はいはい。それ1個なんだ、あれ10何もするやんな。はい、しますね。それ10個やんな。はい。いや、もうこれ回すしかないなと思って。はい。でも Mac10 個買ってみた。はい。まあこんなネタで、今日ちょっと撮っていこうかなと思いまして、急遽。さすがですね、インさん。そう、気が利きます。経費絶対できるよ。恋愛とかも、はい、そういう風の考え。なるほど。でそれ、マジで話聞いてないですよ。でこいつもですね、恋愛してるよ。ああ、そういうことですね。恋愛してるよ、こいつも。ぼっと中で。ぼっと中で。してるし。と、俺は思うねんな。ああ、なるほど。20分待ったんちゃう？まあ、もうそろそろいい感じですね。ああ、腹減った。だる。お腹すきましたよ。マック買ってきてや。マック買ってきてや。マック買ってきてや。マックですか？うん。どうしようかな。10個。マック10個。そんなに行きます？マック10個っすか？結構いけますよね。ということで、まあまあそんな感じのサブチャンネルで、まあ、たまにはいいんじゃないですか。たまには恋愛の話するのどうなんですか？いや、まあまあ、いいんじゃないですか。勉強になりました。うん、勉強になった。はい、おさらいすると、初体験が65歳。まあまあ、少ない仲間の人はババア。初体験は俺だけはまともなんじゃ。俺だけはそういうこと。かなわんな。かなわんな。かなわんな。そういうことか。そういう、それ体験は、それ、平成に業務しなるわ、みんな。性癖で言うとあれだけどな、ジャン君が言ってたけど、はい、俺はそういう風に見たことないんだけど、前歯が歯並びがこうとかこうなってる人、性癖がおかしいっていうの。ああ、歯並び悪いってことですか？俺、歯並び悪いことやったことないから、歯並びにこうしか、いいことが、まあ、やっぱ矯正してる子がどうしかかかったことないような記憶やから、確かにあんま意識したことないんだけど、意識したことないっすね。ジャン君の歯もどんなのかもわからんけど。確かに思い出せない。性癖変って基本男側っていうかさ、女で性癖変な人、俺はちょっとあんまり見たことない。ああ、まあ出さないでしょうね。出さないですし、こっちが普通で向こうも普通でしょ。まあまあまあ。でそれで強制して直したら、その前がどうかわからんから、性格もなるわけないか。性格も治るってこと？ワンちゃん。どうなんですかね。育ちたと思う。そもそもそれが合ってるかどうか。そうそうそう。そこですよね。ジャン君な。ジャン君の件だけほんまにあのほんまに。なんでしてんの？電話してん？聞いてんじゃん、これ。言ってん？サブチャンネルの時に。これ、勝ち話なんです。ジャン君ね、家引っ越したんですよね。もともと住んでた家、マネージャーとして来た時に住んでた家が1年ぐらいしてから引っ越したんですよ。引っ越して、それ今年の1月ですよ。僕が前住んでたマンションのもっと近く置いて、引っ越しさせて。家賃も全部こっち払ってますよ、言うて。半分か。半分でしょ。で、解約しときゃどうなこうね、そういうのも当たり前のことや、そんなんは。鍵も持ってるし。で、1月から今もう11月ですよ。なんか知らん請求がずっとカードから引き寄せられてて、俺もまあいろんな言うて家賃払ってるから、はいはい、はい、六本木の女の子だけど4人払ってるから家賃で2社ぞ葉パカツじゃないですか、全部6人払ってますから、分からんなー思って、あれでもこれおかしいって聞いたことないな、19万円、はい、何やろうなーと思ったら、1月に解約してるはずのジャン君の家賃が解約ジャン君していくって、それはもうジャン君僕のマネージャーとしてずっといたんですよ、皆さんが知ってるような夢の間ずーっと払ったんですよ、200万ぐらい200万円だよ、たまに考えられますかこれ考えられますこれ逆にさ、音信、はい、普通やな感じにも別に、いやいやマンションでも高いマンションで20万で東京で、逆にさ、人死んだと気づけへんよ、こんなもん、まあ、まあ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 、ほんまになんかそういうなかったのかって俺言いたいね、チェック機能が、あそれも言いたいよ、不動産に、お前ね、てかもう全てのプロムシやろ、ポストとかエグいことなんだから僕もそう思ってたんですよ、いやし、それに対して連絡してこへんのって不思議、だけど分かんないです、住んでた一応だって、いや死んでたもう分からんかったってことでいい、だって家賃もしっかり払われてるわけじゃない、だから孤独死やん、それは、でもそんな、もしあれジャンプしてたら1年後の不動産の人気づかなかったことだろ、そうです、例えばこう住んでたらするじゃないですか、うん、ほんでも不動産の人はもう来ないじゃないですか、
例えばそれで言うとな、わかんない、管理会社の人はでも定期点検でね、ガスとか絶対にいついつまで絶対追ってくるって点検系。ああ、点検系はですね、あるやんか、絶対入らないやつ、まあメーターが回ってないとなるやつを言うの、ゲームとかもそうやけど、それもそうやねんけど、不動産の人は悪ないで別に。ジャン君のミス考えられないでしょ。言うて電話はしましたよ、だからそれを発覚したと。いやー、解約したと思ったんですけどね、やろ。そうそうそう。いや、違う違う、そんなことあります？こっちのセリフだ、セリフ、こっちのセリフだ。そっくりそのままお返しします。そっかけたから持ったままなんですか、だからあいつが。で、俺の家に置いたらそれは俺の家に転がっても知らんで、はいはい、考えられへんでしょ。もう終わろう、もうそれでええやん、もう終わったことはええけど、少年だけは返してもらうから、これ絶対に返してもらうから。あんなもん会社の金やから。200万ってでかい金額じゃないですか。それ以降満額俺ですから。で、しかもあれですよ、退去費用とかもここからかかるわけですよ。かかるよ、全部かかるよ。鍵大事なの、絶対に返してもらう。鍵代もって資金代交換さんが全部やで。まあでも終わるの20分下がりすぎた、はい、じゃあマック買ってきますかね。はい、10個、10個、本当に10個もいるんですか。いる。すごいですね。ああ、じゃあ、いい。ちょっと取っていこうかなと思いまして、急遽。さすがですね、インさん。気が利きます。経費絶対できるよ。ワンチャン、あの、マクド。でもマクドっていうラファさん関西だから。あ、関西だから。うん、15個とか言うから、はいはい、マクドかなと思ったけど、マックって言ったよ。はい、じゃあ絶対ないやん。まあラファさんだったら違いますね。ないね、絶対。まあこうとかだから、そのマックブック5個とか、はいはい、こうとかそういうの分からへんから。ああ、数え方とかもう全部分からへんやん。全部分からへんやん。はい、だからもうそれこそマジコだんかなと思って、まあ可愛い子かなと思って。まあ、とりあえずもう買いに行くとこ取った方がええから、はい、まあ急遽回してんけど、まあ、とりあえず A 分運転してもらって、はい、買いに行こう。いいですね、嬉しい。MacBook 15個10個、10個、10個、 OK、 行こう行こう。はい、行きましょう行きましょう。はい、ということで到着しました。はい、買っていこう。もうまた遅かったら怒るし。そうですね、あのとりあえず買って持っていかなあかんから。いや、で YouTuber の鏡ですね、ちゃんとこういうの。なんか動画にした方が絶対いいやん。そうですね、間違いないと思います。とりあえず行こうか。はい、いやー重そうですね。買ってきた。ということでこれ MacBook Air かなのレティナですね。レティナでも、まあ、プロじゃないはずなんで、はい、プロやったらプロって言うと思うね。とりあえず10台かな。買ってきました。さすがさん、一回頼まれてるんで、はい、早く帰って、もう買ってきたよって言いたいと思います。念のためもう一個 Mac 買っておきますか。そう、マクドの可能性あるやん、はい、あ、ハンバーガーの方。いや、でもさすがにないか。まあ一個だけ買っておいた方がいいんじゃない。ワンチャン買っとく、はい、1個だけ、1個だけ買っておきましょう。ハンバーガー、はい。いや、ちゃうと思うけどな、さすがにこれやで。ああ、まあラファさんの規模ですもんね。あ、まあ一応買っとくかね。はい、買っとって別に食えばいいし。はい、僕も食べれるんで。じゃあそれ買っていこう。はい、オッケー。はい、ということで、はい、大丈夫、はい、大丈夫です。取れた、取れましたよ。とりあえずめんどくさいけど買っていこうか。そうですね、1個でいいですよ。うん、絶対ちゃうねんけどな。はい、ただそれくらいね、絶対ちゃうと思うねんけど、念のためや。ジャスインケース、ジャスインケース、そこ大事だと思います。並んどるし。いや、そりゃそうですね。オッケー、なるほど。はい、来ました。行こう。重いな。さすが重いわ。いや、10個も買ってると違いますよね。ただいま、ただいま。遅いな。あー、重いわ。10個買ってきましたよ。パンがつけて、一応回してみる。ダブルつけた。はい、なんで回してる。むしろこっちのせいで、なんで回してんの。なんで使わないんですか。なんで回してんの。アホパン、アホパン回すでしょ。何ちゃん、サングラスけど、ちょっと待って。はいはいはい、何いやメインチャンネルですよ。メイン、メイン、メイン。お前またドキすんなんて。何のドキね。ドキちゃん、ドキで何も逆に言いたい。なんで回せへんのっていう。はい、いやいやいや、腹減ったと思うね。はい、お前あれ結構かけた、はい、一応、一応でも照り焼きやし、しかも普通のマック買ってきてるんですよ。10個、え、マック10個買ってますよ。ほら、マック10個買ってんやろ。え、見てください、これこれ、これ、え、アホポン、アホポン、ほんま。え、怖い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 。ちょっと、マックチョッカー、マックチョッカーかけてよ。え、ちょっと待って、ちょっと待って。結構強いんだろ、大丈夫。ラバさん、救急車。いや、もう死んでるからね。ちょちょちょ、死んでるからね。結構強めいったね。いけないよ。ラバさん、大丈夫。ラバさん、もう死んでるからね。いやいやいや、いいんだから。ちょっと大丈夫。ラバさん、じゃあ、ほんまのやつで、ちょっと待って、ほんまのやつで、ちょっと待ってくれ。ちょっとやっぱいらんかったですか。
ょ、ちょ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 、まあ、先に言いますけど今髪型可愛いですよ。ちょちょちょ、あの今ずっと倒れた時からずっとモザイクしとって、さすがにさすがにモザイクしとって、マクドいらんかったか。あ、そっちですね。マクドいらんかったか。すいません、無駄に保険使っちゃう。ちょ待って、経費無駄使う。ちょ待って、お前らちょやばいって。お前らやばない。ちょっと待ってや。マック。やめてやめて。ああ、マックマック。ちょっと待って。10個。正しくは10代。10代。え、うん、ちょっと待って。お前らほんまにやばいってお前らマジで。すごい気になってましたよ。ちょっと待って。マック10台買ってるやん。俺マック10個って絶対サブチャンネルで言ったよね。マック10個って絶対サブチャンネルで俺言った。言いました。うわすごい、カラーもすごいやん、ピンクって。ほんでおしゃー、えガチで買ってるやんお前ら10台。ありがとうございます。マジやん、おしゃに決めました。えちょっと待って、ちょっと待って、もう分かってるやろお前ら、俺マック10個って言ってんねん。もうその誤解が違いますよ。だから10台の間違いだったんですよ。こって言わないんですよ。おかんしばいでいい。え、なんでいいやん。お前らおかんしばいでいい。やばいってお前らマジで。え、マジやばいってこれ。え、どうしたの、ラマさん。ちょ、いい加減ミスしたことに気づいてや。マクド10個買ってこいでね、俺は。え、違います、ラマさん、あのミスどうって付け忘れたこと。あー、ちょ、お前らやろ、10個やで、ね、なんでマクド、おい、おい、MacBook10、MacBook やろ、ほんでこれ。Mac を10個って、俺絶対こって言ったから、まずな。Mac10 個のおかしくない。ここは Mac10 個。お前ら大学生って結構 Mac って言うんですよ、これ。普通。僕らはそうですよ。だから、でも、それでも10台やんか。ほんで、お前これいくら使ってんねん、また金。もう企画に金使うなって言ったよ。しましたね。150ぐらいな。はい。企画に金使うなって言ったやん。マジで。だから、僕ら企画にわざわざしたんですよね。しかも、L 君聞いたよな。はい。なんか、10個もいりますって。はい。多いなと思ったんですよ。俺に聞けよ、それ。え、聞きましたよ、まさに。もうカメラ回ってました。サブチャンに行ったじゃないですか。10個いります。うん、10個。もう終わりも20分しゃべりすぎた。じゃあ、マック買ってきますね。はい。10個。10個、本当に10個もいるんですか。いる。10個や。10台やこれ。え、だから分かんないのかなと思って、こと台を。台とか。そんなやつよらんやろ。台とか。そんなやつやろ。1個目のおかずついていい。なんでやろ、なんか。そんなやつおらんやろ。お前これ、どうすんのこれ。どうするんこれ、マジで。いや、逆に聞いた。こんなのいらんで、こんなの。僕ら返品してやん。10個もいんのかなってことで、10台。はい。君もいって。返品してきたよ、これ、マジで。返品はできないっすよ。いやいや、もう、そんな、そんな、そんな出てけへんねん。いやいやいや、クーリングオフないんかよ、俺。いや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 、返品はちょっとないっすよ。いや、それは本当にお店に迷惑かかっちゃうんで。いやいや、お店に迷惑かかっちゃって、俺に迷惑かかってるから、まず。重いし、まず。はい。持っていくのも。やめそれ、お前。なんとかなるやろ、その、ごちゃごちゃ使えよ。なんたら。いや、重いしな、持っていく。運ばせやつ俺手配するから、150万返せよ、マジで。やりすぎやって、これどうすんの、こんなん。マジで。いらないんですか。いらんってこんなもん。え、プレゼントしかないっす。え、え、もうじゃあプレゼントしない。キモいって。どうすんすかだってこれ。いらんもんこんなん。どうするん。いや僕らもいらないです。僕あるんでね。プロ、MacBook Pro。めっちゃきついって。めっちゃきついって。って大体俺これ1台持ってるしな。知ってるやん。あ、そう知ってますよ。1台、普通に。はい。出張用で持ってるやつ。全く同じやつ持ってるぞ。10もいるかな。持ってる上でな。なんで10万円いらんやな、考えて分かるよな。はい、何も使うんかろ思って。キモい、何で使うんだよお前。俺いや分かんないです、それは振り込み先がないんかないです、集団か俺。そんなマック、えマック、え、どういうこと。お前お前お前マジでさ、お前中毒じゃん、お前マジで。マジ中毒じゃん。じゃ逆に、じゃマック、え、マックハンバーガー10個ってことですか。100分です、なんでハンバーガー1個の旅なんこれ。照り焼き、なんでこういうことの時にためにですよ。こういうこと起こるじゃないですか。起こるから普通逆で行くよな。100歩間違っても逆で行くよな。普通、数最低これ1台怒られると思ったんで。1台が使う、10台は絶対使えへんやん。え、違いますよ、俺持ってるやん、これ1台。大変なんですよ。そうやな。はい、だから聞かしたんです。普通逆で行くって。いや、マクドだったらいつでも買いに行けるもんな。はい、いつでも10個お願いしますって言ったら。そう、お前らやばいな、マジで。お前らマジほんまジャンキーやな。ジャンキー、お前らみたいな。マクドだけに。さすがだな。やめてけよ、お前。ほんまお前ジャンキーやぞ、お前ら。で、10個も食わないでしょ、そんなワンパクと思えへんもん、俺。食う言うてる、お前。全然行くやろ、10個。東日本のワンピースや言うてんねん、ルフィや言うてんねん、お前。ちょ、もうええって、お前、これ1台持ってるし、お前、全く同じやつ持ってるし。いや、ラファさん規模だったら、こっちの方が妥当かなと思って。な、ほんまそうやろ。お前、マジやるやったな、お前、マジやったな。やった。今回、ほんま行きよったな、マジで。結構行ったっすよ、だから回してんすよ。ド未開封やん、こんなもん。ド未開封やん、こんなもん。そして、どうすんのってから、ほんま。いらんて。じゃあ、どうするって、もうプレゼント。プレゼント、はい、プレゼントします。
じゃあもう概要欄に Google フォーム貼っとくんで、そこからおなんか住所と記入いただければ、はい、まあいろいろ記入するとこあると思うんですけど、こちらで発送いたしますので、はい、はい、ぜひお願いします。もうラバさんこんなんなれたらプレゼントしかないわ。はい、もういらないって言うんだって。え引いてんねんけど。いやいや、こっちのセーフっすよ。お前らマジ不良やな。マジ不良じゃない、お前らって。不良不良じゃん。全然やってることやばないよ、こんなん。だから回しましょう。ギャングでもこんなんせんで絶対こんなんせんで、ギャングでも。そうですね。150万使ってんの。150だっけな。マック10個買ってこいて。はい、マックブック10台買ってきてんやろ。はい、やばない。ほんでプレゼント企画って。プレゼント企画ですね。だからしゃあないですよ。プレゼント企画するつもりなかったし、正直やってることギャングやん、マジでギャングやん。いや、これ使います。え、でもあるって思っちゃうでしょ。10台はいらないですよ。10人いないですもんね、ラバさん。めっちゃ嫌いやわ、お前のこと。めっちゃ嫌いやわ。お前のとこに関してはもう家族ごと嫌い。ひどくないよ。家族ごと嫌い。どうも嫌い、俺。悲しむ。悲しむな。うん。ああ、きつい。じゃあもうプレゼント企画。プレゼントしかないっすよ。ええわ、もうええわ、グダグダと。しゃあないわ。しゃあないっすよ。はい、ということで、もうじゃあ、プレゼント企画、はい、10台。はい。ですね。Google フォーム。これガチでプレゼントします。よするってもういらんし。はい。まあ、もう、僕のね、ファンっていうことが証明できる、僕が、あ、ファンやなと思った人はもう、当然させますよ。いや、全然、誰でもいいっすよ。ファン、こいつファンやな。あ、こいつファンやな。誰でもいいっす。こいつファンやなっていうやつ。正直。あ、もうええわ、お前ら、ほんまにひどいわ。ほんでも、照り焼き一番嫌いなのよ、俺。そこだけとか、照り焼き一番嫌い。逆に、一番好きっすね。僕一番好きっすよ。照り焼きってやつ、なんでマクドなのかなと思う。逆に。なんで照り焼きくんのマクドなのかな、思ってまうわ。あ、サムネ撮るで。サムネ行きましょう。はい、持って。マスクも持ってやってください。もうえって、マスク絶対関係ないわ。なんでよ。分かった、食べるからそれ。